はい、今回はこちらです。 SYM のオービット350でございます。はい、また入ってまいりましたよ。はい、昨年の、最初の頃にですね、ちょっと2台ばかし、はい、仕入れさせていただきましてね、はい、販売させていただいた経緯がございますが、今回ねまた出てたので、はい、仕入れをしてまいりました。はい、見てください。今回はねブルーいいですね。この色もね綺麗でしょ。でちょっとこう黄色が入ってね、でこれちょっと赤なんかあったりするとガンダムカラーだねっていう感じがしますからね。はい、ちょっとまあトリコロールっていうね、ことになりますが、でまあちょっと50ってことね、50、はい、ちっちゃくねステッカー貼ってありますよ。はい、で車格は125でございます。125と50がね設定されておりまして、これヨーロッパ向けにですね、25キロまでしか出ないやつ、45キロまでしか出ないやつが多分あるんじゃないかと思います。でこちらは45キロまでしか出ない、うん、そういうタイプを、まあ、日本ではね、まあ、50cc のバイクが今ないということでね、SIM さんはこれを、日本で販売している、はい、ということになるかと思います。でこちらはですねインジェクションになります。はい、インジェクションユーロ5に対応しているインジェクションモデルになります。そのあたりはねなかなかよろしいんじゃないかと思いますよ。はい、で、一応ですねこちらはリミッターがついてます。でおそらくですねこれの場合はここの駆動系ですね、駆動系でちょっとスピードが出ないような仕組みがあるので、それをまあちょっとね外してあげることによって駆動系ではねスピードをまあ出るところまで出るっていうねことになるかと思います。ただエンジンの出力やっぱりそんなにないので、メーター45キロが50キロぐらいになるだけです。それぐらいしか出ない、うん、まあこれはちょっと致し方ない部分かなと思いますが、どうでしょうか。はい、で、基本的には125と同じですから、車体はねこうやって2人乗りできるダブルシートね、そしてパチッ、あこシート空いてますね。はい、こんな感じでね、はい、こんなだから結構広いね、 50cc だと思ったら広い、トランクスペースがついております。あとメットホルダーもだからここに2つねついてたりします。はい、まあ基本的に日本では1人乗りですね、まあ、他の国だと、まあ、これでも2人乗りできたりするみたいですけどね。はい、でフロントはディスクブレーキ、リアはドラムブレーキという構成でございます。はい、見ていただくと前後12インチですね。そしてアルミホイール採用ということでね、このあたりも通常の50、日本でいうね50のスクーター、原付スクーターと比べるとかなりね、しっかりした足回りとなります。はい、今度ね、そして片押し2ポットのピストンのキャリパーがついているということですね。はい、でディスク系もだから大きいですよ。うん、タイヤもね太めのタイヤがついてますね。これはいくつですか、110かな、110の7012だ。シグナスとかと同じサイズですよ。シグナス X とかね、そういったものを使ってるということでかなりしっかりしてます。フロントフォークもこんな太いよ、これしっかりしてますよ、ね、だから日本のちっちゃいやつに比べればもう安定感という意味では、はい、抜群、そういうことが言えるとだと思います。ただやっぱり車体が重いのでスピードに関しては、まあ、そんなには出ないと。あと加速ですね、やっぱ加速も、はい、そんな速くはないですね。はい、ただ日本の国内で法定速度30キロですよね。あと、まあ、原付っていう乗り方を考えたら、まあ、十分なのかなと、うん、そんなこと思いますけどね。はい、でサイドスタンドもちろんついてます。でセンタースタンドももちろんついてますということでね、水溜まってますね。サイドスタンド出したままでもこれエンジンねかかる仕組みになってます。はい、なんでまあそのあたりはねちょっと注意が必要ですけどね。はい、そしてですねこれ燃料キャップここです。どうですかね、通常ですねまあこのシートのね中とかね、まあいろんな場所だいたいシート、そうね、この辺についての結構ね最近多いですけど、まあこのオービット3はこちら。だから、タンクここですね。はい。ステップモードね。だから、120、原付2種のスクーターの作りです。しかも、新しいタイプのスクーターの作りになってますよ。ね。これはね、オフの位置から押し込みながら、こうかな。これね、オフの位置から押し込みながら、右に回してって、最終的に、こうやると、パコッと開くね。で、これは戻すと。で、ガソリンをここにね、入れて、そして、パチッ。ね。これや、使いやすい。便利。そして、これエンジン、これでね、オンですよね。そして、まあ、ブレーキ握りながら、ね、こんな感じのエンジン。可愛らしい音です。さすがにね、50cc なんでね、はい、こんな感じの音ですよ。どうですか？ね。
それで、このスクーターのいいところは、今閉まりましたね。はい。エンジンかけながらでも開けられます。この位置から右に回すだけ。ね、そうするとシート開くんですよ。ね。だから、やっぱり台湾製、まあ台湾製じゃない、台湾メーカーですかね。台湾メーカーのやっぱりスクーターですよね。オンの位置でも開くし、オフの位置でも開くし、あとロックの位置からでも開くんじゃないかな。そのまま左に回せばね。はい。そんな仕組みになってるね。はい。で、鍵2つはちゃんとあります。はい。で、なんといっても距離です、距離。157キロです。まだ157キロしか走ってない。うん。っていうところで、かなりね、はい。まあ、新車に近いコンディションなのかなと、まあ思いますが、まあ、製造からはもう1年以上は普通に経過してると思うので、まあそのあたりはね、はい。まあ、ご了解いただくということになりますが、一応ユーザーマニュアルついてます。これ日本語じゃないのかな？英語ですか？ね。取説ありますね。はい。あと、車載工具があるか。ね。簡単な車載工具があります。はい。で、バッテリーはここにあるのかな？ね。こんな作りですよ。ね。いかがでしょうか？はい。あ、あとね、ここ。ここに、USB あります。なかなかないですよ。日本のメーカーの原付で、USB ポートついてるのは、まあ、滅多にないじゃないですか。だからこのあたりも、まあ、装備としてもね、うん、十分、納得いくものなのかなと思います。あと、まあ、二掛けフックもちろんありますしね。はい。で、フォワードポジションも取れるような、ポジションになってます。で、またがるとですね、こんな感じでね。で、こういう感じで。ね。で、後ろにずらすこともできます。段付きがあんまりないので、後ろにずらすことも可能でございます。はい。なんで、まあ、こんな、まあ、ちょっと、前髪になりますけどね。まあ、こういう状態でね。うん。もちろん、ステップにこうやって乗せて乗ることもできるし、まあ、こうね。で、まあ、こんな風に乗ることもできるし、まあ、いろんな、まあ、選択ができるのが、まあ、いいんじゃないですか。はい。で、スイッチ類は、まあ、一般的ですね。スターターね。そして、ここに、ハイビームついてます。パッシングついてる。パッシング。ハイロー、パッシング。そして、ウィンカーね。はい。これね。そして、ホーン。ね、こんな感じですよ。はい。はい。これが、オービット3。うん。でございます。はい。いかがでしょうか。うん。このステッカーとかちょっと、ここはね、いいですね、これね。光ってね。映り込みするね。オービットね。はい。いいじゃないですか。で、電球ですね。はい。トーカリはすべて電球を採用してる。まあ、ここ LED に変えてもいいですしね。うん。これ HS1 だから、H4 タイプの LED 入れることできますよね。はい。で、テールライトも電球なんですけど、まあもちろん LED に変えてもいいし、あと電球なので、仮に切れたとしてもね、交換簡単ですから、ね、安価に交換できるということで、うん、そういう面はいいんじゃないかななんてね、思いますけどね。はい。という感じでですね、オービット3また入りました。はい。いやいや、157キロ嘘でしょなんてね、言う方もいらっしゃるかもしれないけど、タイヤね、タイヤ見ていただければ、はい。真ん中のポッチがまだありますよ。ね。あとブレーキディスクが一番ね、はい。もうほら、ね、減ってない。ね、ブレーキディスクね。はい。ということは、消耗品関係ね、ブレーキパッドだって、もういっぱい残ってるし、まあ、ほとんど減ってないですよね。駆動系だって、そういうことになります。ですので、買ってからね、すぐ、なんか交換っていうのはね、当分ないんじゃないか。まあ、オイルだけですかね。まあ、オイルはね、やっぱり、ちょっと初回鳴らしの都合上ね、早めに交換していただいて、その後は定期的にっていうね。うん。そうですね、これね、結構ね、高回転で走るような、やっぱり、スクーターなので、まあ、欲を言えば1000キロで変えた方がいいかな。多分、メーカーは1000キロって書いてないと思いますけど、1000キロとかで変えといた方が、うん、長持ちするんじゃないかなって、そんなことは思いますが、どうでしょうか。はい。という感じですね。オービット3。50です。50。はい。で、ちょっとね、うちの方、これまだ何も開けてないんですけど、うちの方で、ちょっとその、駆動系のね、あれは外します。はい。で、確かね、インジェクションの場合はそれだけだったと思うんですよね。そう、キャブ車の場合は、こっちの速度の方でも、リミットかけてるっていうか、なんかこれが点滅するようになってるんで、それもちょっとね、ちょっとやんなきゃいけないんですけど、これ駆動系だけです。はい。まあ、もともとそんな出力が高いスクーターじゃないので、うん、実際にそれを外したから、60キロ、70キロ出るわけじゃないんですけど、まあ、気持ちね、気持ち、5キロぐらい。は、上乗せされるのかな、最高速に関してですよ。うん。こんな気がいたします。はい。で、段付きままなんか、だから後ろにね、教えてずらして乗ることもできるし、あとシート結構ね、ふかふかシートで、うん、なかなか厚みがあっていいんじゃないですかね、これね。だから、まあ、日本の50とやっぱりちょっと違いますよね。はい。どちらかというと125に50のエンジン積んでるっていうね、感じのスクーターですから。はい。ということで、オビル3、ちょっとね、入りましたね。ご興味のある方は、
お問い合わせいただけると幸いでございます。はい、やっぱり前回もね、すぐ売れちゃって、ないですかって言われて、いや、もうないですっていうね、感じだったので、はい。お探しの方ね、よろしければお声掛けいただけると幸いでございます。ありがとうございました。